ベーマ製材、モクシペレット製造販売、住宅の気密測定、不要死測定、群馬県産材を始めていたします。木材販売並びに京都の無糖浴所属カタログ通販リフォーム資材ファーストリフォームの福島商店です。昨日ちょっと思ってたよりも早く雨が降ってきた感じを受けちゃいました。でもですね、天気の予報が変わりまして、お昼ぐらいまで雨が降って、その後曇りでですね、一旦はですね雨が収まるという予報だそうです。今日はですねお休みですけども、普段ちょっと間に合わない書類の関係ですね、作成をしてご迷惑がないように提出をしたいということでですね、事務仕事を今日はですねしていきたいというふうに思っています。まあ、いずれにしても九州19日早く梅雨入りということですので、この先どうなるか分かりませんけども、まあ、長雨はですね災害がこのところ多いですから、そうなっては欲しくないなと思っております。ベーマ製材、モキスペレット製造販売、住宅の気密測定、不要死測定、群馬県産材を始めていたします。木材販売並びに今日頼むと翌日届くカタログ通販リフォーム資材ファーストリフォームに関することで何かございましたら、福島商店までお問い合わせください。